こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も日中戦争の続きを解説していくよ。前回は江南殲滅作戦を解説していたな。そうだね。今回は上徳殲滅作戦を解説していくよ。これは、四川攻略を未だ諦めない日本第11軍が行った、三大殲滅戦のうち5つになるよ。前回までの流れは再生リスト、中国戦線でまとめているから、よかったらそちらも見てね。よろしくね。毎回前置きしているけど、今回も解説するのは、あくまで一説であり、諸説ある場面もあったりする点も、あるので、すべて鵜呑みにせず、気になった人は調べてみてほしいよ。では解説していくよ。太平洋戦争開始に伴い、中国に展開する日本軍は大量の軍需物資を、消費する侵攻作戦の発動は概ね認可されない傾向が続いていたよ。ここに積極抗戦派の横山中将が第11軍司令官に着任した後、江北、江南、殲滅作戦を実行し、一定数の中国軍撃破に成功したよ。横山軍司令官は次なる目標として上徳を考えていたよ。上徳は、湖南実れば四川飢えず、と昔から言われた湖南省の東部、調査に対して、西部における軍事、政治、経済の中心であり、中継軍の補給命脈の、かかるところであり、またこれを日本軍が占領すれば、南東方に対しては調査、紅葉の地を、西方に対しては四川省東境を伺って、中継を脅威する戦略上の要衝であったよ。しかしこれまでは上徳方面への進攻は行われていなかったよ。しかし1943年秋、状況が一気に変わってしまう出来事があったよ。何があったのさ。1943年1月、東部ニューギニア北岸のブナ、ギルワなどの拠点が玉砕。翌月、日本軍はガダルカナル島攻防戦に敗れ撤退。4月、山本五十六連合艦隊司令長官が戦線視察中に蒸気が撃墜され戦死。5月には、津島の日本軍が玉砕していたよ。これらに対して大本営は、連合国軍の強力な反攻作戦に対して、南東太平洋の激烈な消耗戦を避け、思い切った間合いを取って、主導的に連合国軍との対決を試みたよ。1943年9月、この思想のもと、設定されたのが、絶対国防圏、であったよ。なんか聞いたことのあるワードね。この、絶対国防圏、とは、千島、小笠原、内南洋、西部ニューギニア、スンダ、ビルマを含む一連の領域で、戦争遂行のため必要不可欠な、地域として防衛が命じられていたよ。この構想に基づいて、大陸に展開している精鋭師団を引き抜き、この絶対国防圏の領地に転用しようとしたよ。これが、皇后転用準備、と言われる発令になるよ。占領地維持で精一杯なところがあるのにさらに引き抜くのね。この、皇后転用準備、は、1943年10月に第36師団の、江北転用を皮切りに43年末より第3、第13、第32、第35、第22の、5個師団を築地南方方面に転用し、これとは別に第26、第37、第39、第104師団、および、戦車第3師団を大本営の予備として現地に集結させる構想であったよ。大量に引き抜くじゃない？これ本当に大丈夫なのかしら。この内示は、支那派遣軍にとっては、その国艦戦力の大部分を抜き取られる、ものであったよ。転用されるものは江師団4個、乙師団1個、兵師団1個。また予備として集結を命じられたのは乙師団4個、戦車師団1個であり、支那派遣軍中の江、乙師団は第116師団以外の全ての師団が該当したよ。この江師団、乙師団というのは何が違うの？これは同じ師団でもや三方の装備や編成の形状によって、師団の種類を分けていたんだ。江師団より乙師団の方がや三方の装備数が減り、兵師団は師団下方を持たない編成であったよ。つまり師団下方を持つ師団のほとんどが引き抜かれて、有力な砲兵を持たない部隊ばっかり残るということね。そういうことになるわね。またその引き抜く戦力は兵約15万人、馬約 1.5 万頭、自動車約2000両。重機関銃740以上、迫撃砲90、連隊砲88、師団砲兵の野戦砲280、10センチ榴弾砲24に達し、戦車師団については戦車、装甲車含め、車両1400両以上に上ったよ。膨大な物量ね。これらが全て引き抜かれた場合、派遣軍に残る師団は江師団の第116師団のほか、兵師団14個、独立混成旅団11個であったよ。ただ、兵力抽出に伴う補填のため、独立歩兵旅団8個の新設及び、一般歩兵中隊の定員50名増を提示されているよ。全然補えていないわね。
このうち、第11軍から転用で声がかかったのは、第3、第13、第39の3個師団であったよ。当時第11軍は7個師団と1個独立混成旅団を持つ日本陸軍の中で最大規模の軍団であり、この兵力をもって中国軍の第5、6、9戦区軍推定80個師の軍と渡り合っていたよ。しかし、ここで軍の中心となる3個師団を引き抜かれては、兵力の均衡を著しく拡大11軍にとってこれまで通りにいかないことは分かりきっていたよ。ここで、第11軍司令官横山中将が考えたのが、以前から構想にあった、上徳作戦の即時決行であったよ。現有第11軍の兵力をもって上徳へ進攻し、中国軍に大打撃を与えてその、抗戦力を奪い、事後の占領地の安定確保と防衛を容易にする目的であったよ。横山軍司令官としても苦肉の策ね。ただ、横山中将もこの大作戦を軍司令官独自に発動することはできなかったよ。結局は大本営への申請となるのだけれども、その申請理由は、敵や戦軍に通撃を与えるとともに、ビルマ方面に対する中国軍の兵力転用を、拘束して南方軍の作戦に協力する、というものであったよ。さっきの理由と違うわね。これは所詮、大本営に対する作戦実施のための大義名分であったよ。ビルマ方面の牽制云々に関して、隔絶したビルマ、上徳艦の効果については、ほとんど期待されておらず、飾り文句に過ぎなかったよ。これに関して品派遣軍のある高級参謀は次のように回想しているよ。出鼻で牽制の目的を含んで本作戦が認可されたかといえば、当時、派遣軍は戦争全局の要請からほとんど全ての進行作戦を認可されなかったので、中央としてもせめて上徳に対する進行作戦の一つぐらいは認めなければ士気にも悪影響を及ぼそう。それには敵の、ビルマ反攻の牽制という大義名分があるからよろしかろう、という程度の考慮であったものと記憶する。なんか温情で作戦が認可されたみたいになっているわね。ともかくも、申請した作戦は大本営によって認可されたよ。作戦方針としては、敵の生戦略上の要衝たる上徳付近に進攻し、敵中央軍を求めて、これに通撃を加え、もって敵の経線機との水防を促進するとともに、敵のビルマ方面に対する兵力転用を拘束して、南方軍の作戦に策を打つ、というもので、作戦名は、よ、合作戦と呼称されたよ。また、参加兵力は第11軍主力に加え、第13軍より第116師団主力と、歩兵3個大隊を機関とする1個師隊の増援を得ることができたようだよ。第116師団といえば、甲師団、の師団ね。作戦は3期に分けられたよ。軍主力の作戦開始は1943年11月2日とし、まず湖南省大岡省と安徽周辺の敵部隊を撃破し、その後、上徳とその周辺の部隊を撃破する、作戦目的達成後、現中期へ撤収するというものであったよ。待ち受ける中国軍はどのような体制だったの？待ち受ける中国軍第6戦区軍は第10、26、29、33集団軍と攻防軍の合計12個軍32個師約20万人が守備兵力として配置についていたよ。さらに、第9戦区から援軍として2個軍と1個師が送られていたよ。かなり充実した戦力ね。このような状況の中、日本軍の進攻作戦は始まったよ。第11軍は1943年10月28日、主力をもって大岡省付近に展開する。中国軍第79軍を、一部をもって安徽付近の第44軍を撃滅することに、決し、11月2日を期して攻勢を開始するよう命じたよ。第13、39の2個師団は、三田市付近より、第3師団は高校周辺より、第116師団は宮地港付近より、第68師団は火曜付近より11月2日に、攻勢を開始したよ。一番北から攻める第13、39の両師団は、5日に大岡峡を占領。第39師団はそのまま峡谷沿いを西へ進撃し、岐阜の南西部に到達。第13師団は6日に中国第79師の一部を撃破して断水街に到達したよ。その後師団はいくつかの部隊に分散して各所の敵を撃破しながら、新門寺付近まで進出し、事後の作戦準備に入ったよ。第3師団は出撃地点からそのまま一路西、大岡省へ向かったよ。第3師団の進出路は中国第10、第29集団軍の中間に位置していたけど、これの分断突破に成功。大岡省周辺では中国第79軍の主力、第73軍の一部を撃砕したよ。その後、石門の北で第2期作戦に備えたよ。第116師団はこの間に新志市の北方へ進出。第116師団の進路は水郷、故障地帯で部隊は河川の克服に苦労したよ。
第68師団は部隊を分けて華陽西方から出撃したよ。11月3日に南京を、6日に安京を制圧したよ。その後、一部部隊は南京の南まで進出し、第2期作戦に備える形となったよ。第11軍は第1期作戦の目的を概ね達したと判定。1943年11月13日より第2期作戦に入り、城徳周辺の中国軍を撃滅した後に、城徳を攻略することに決したよ。いよいよ城徳の攻略なのね。第13、第3師団は展開地点からそのまま南下を開始。南下して城徳の西側へ進出して迂回しつつ城徳へ接近し、第68師団が道程港と化して東南側から同じく接近、第116師団が、これらの師団の中間地点を進撃して城徳の包囲に加わったよ。綺麗に包囲しようとしているわね。第3師団は関門を11月14日に占領、21日には桃源を制圧したよ。その後第3師団は中国軍第73軍主力とぶつかり、これを撃破したよ。これにより中国軍は残編第5師長、法師良が戦死し、第73軍長の、王志斌は責任を負って職を追われたとされるよ。第13師団は関門から脱出した中国第73軍の残存部隊を撃破しつつ南下、11月22日鉱石市に到達したよ。第116師団は宝剣から南へ下り城徳の北側へ。第68師団は前述の通り道程港と化して城徳の東側へ回ったよ。この際、第68師団は中国第162師の主力を粉砕したよ。しかし、日本軍が一方的に解消を続けていたわけではなかったよ。11月20日、かつて第11軍司令官として第2次調査作戦などを指揮した。阿南惟幾の次男、阿南惟幾少尉が中国軍の手榴弾攻撃で戦死。長男が創生した阿南はこの次男を特に可愛がっていたと言われているよ。21日、第13師団の歩兵第65連隊の本部は軍機を目にした中国軍の逆襲を受け、軍機を褒章する手前まで追い詰められたよ。23日、城徳外郭の中国軍陣地を攻撃中の第116師団、歩兵第109連隊長布上昭一大佐は、乗馬もろとも中国軍の迫撃砲で攻撃され、戦死を遂げたよ。以後連隊は第1大隊長鈴木少佐が兼任したよ。第11軍は、もともと第116師団に城徳攻略を担当させようと考えていたけど、中国軍の抵抗は激烈で布上大佐まで戦死した状況から、第116師団を北方及び西方から、第3師団の一個連隊を南方から、第68師団の一個大隊機関の部隊を持って東方から、11月25日攻撃で調整を進めたよ。城徳の防衛状況はどんな感じだったの？城徳は、中国第74軍に所属する予定満率いる第57師約1万3000名が、防衛していたよ。城の東、西、北には幅15から20メートルの水濠を巡らし、南側は川に接していたよ。また、東、西、南側には高さ7から10メートルの堅固な城壁があり、壁上の幅は約2メートルあって通路を兼ねていたよ。城壁北門の前には頑丈な陶器化が多数設置され、城の西側は複雑な。起伏の20歳で、中国軍は数千にわたり巧みに陣地を設置し、迫撃砲を多数配置していたよ。ガチガチに防御を固めているわね。もともと中国軍の計画では、城徳の南側に流れる現行河畔に兵力を集中し、決戦を挑む予定であったけど、想定以上に中国軍に損害が出たことから、余は城外の部隊をすべて内部に引き入れ、籠城戦を行う決断を下したよ。日本軍の攻撃は1943年11月25日24時を期して行われたよ。城の南方向からは第3師団の歩兵第6連隊が攻勢をかけることになっていたけど、25日に連隊長中畑大佐は P40 戦闘機の機銃掃射を受け戦死してしまったよ。この P40 は日中戦争期に中国を支援したフライング、タイガースの、主力機として活躍した機体で、同飛行隊は中華特権隊を経て米第14航空軍に改編されていたよ。中畑大佐を攻撃した機は同隊の所属機とみられるよ。ともかくも、歩兵第6連隊は25日夜に原稿を溶かして城壁の南東角を占領し、28日まで同地付近で死闘を繰り返したよ。中国軍は民家に油を注いで火を放つ火攻めを行い、なかなか中国軍や城壁に接近できなかったよ。北からは第116師団の歩兵第109連隊が攻撃を開始したけれども、北門には達したもののなかなか突入に成功しなかったよ。至るところに陶器化があり、空からは米軍の空襲があってなかなか、進捗しなかったよ。攻撃時に空襲されるとかきついわね。後に、同じ師団の歩兵第133連隊が戦闘に加入したことで突入に成功したよ。
28日、敵の退路解放の意味を持って歩兵第6連隊は主力を北門に前進。29日、北門より城内に侵入したよ。南門を解放したのね。東方面は2個大隊を持って29日黎明から城内に突入したよ。西からは第116師団の歩兵第120連隊が攻撃したものの、中国軍の激しい抵抗で、一部が戦闘の末期に突入したに過ぎなかったよ。侵入した日本軍は、上徳市街は焼却して、速やかに戦火を集結せよ。の命令に基づいて実行しようとしたけど、建物はレンガや土壁で建てられているもの。が多く、攻撃は進展しなかったよ。日本軍はこの戦闘の過程で一部毒ガスを使用したとも言われているよ。作戦終了後、米陸軍化学将校のストックウェル隊は本作戦中に日本軍は、74回の毒ガス弾を発射したと言われるよ。さらに上徳城攻防中に風で流れた毒ガスが味方部隊にも被害をもたらしたと言われるよ。ただし、これは確定事項ではないため、さらなる新資料発見が待たれるよ。城内の中国軍の抵抗は激しかったよ。日本軍は壕を煮やし、第57師長予定満を捉えれば50万元、首を差し出せば、30万元の報奨金すら約束したと言われるよ。予定満自身も、自身が発した伝聞で以下のように述べているよ。弾薬が尽き、援軍も届かず、人はいなく、城はすでに破壊されている。この時、予定満自身は、副市長、参謀長、政治部主任、侍従官、衛隊などを率いて中央銀行を固守し、敵に最後の戦いを挑む。各団長を区域に分け、陣地を死守する。最後まで抵抗し、死ぬまで、戦うことを誓う。そして声高に叫ぼう、第74軍万歳、第57師万歳、委員長万歳、中華民国万歳。士気の高さが現れた伝聞ね。蒋介石も世に宣伝し、今回の戦いは独ソ戦のスターリングラードの戦いに、匹敵する価値があり、中国国家民族の栄光であると激賞したよ。1943年12月3日仏曜、日本軍各部隊は最後の総攻撃を開始したよ。中国軍は攻勢に耐えきれず徐々に降伏していったよ。市長予定満はわずかな手勢と共に上徳城を脱出し、中国軍の救援部隊に収容されたよ。城内突入後の中国軍の頑強な抵抗の一因として、航空部隊の補給物資投下が指摘されているよ。日本軍は作戦目的を達成したと考え、12月11日から上徳付近より撤退を開始したよ。しかし、ここで問題が発生していたよ。作戦中の11月25日、台湾の新築が中国に展開する米軍機に空襲されたよ。この空襲は日本本土空襲の宣伝だけでなく、今や実行の段階にあることを示唆し、大本営を刺激したよ。そこで大本営は在日米軍の基地覆滅と大陸回廊構成の打通作戦を研究を進め、いわゆる大陸打通作戦の実施に関する大本営の意向を派遣軍に伝えたよ。これが支那派遣軍に伝わったのが12月3日、上徳制圧の日であったよ。結果、上徳を進撃拠点として占領しておくことが望ましいとの意見もあり、予定通り反転するかどうか議論されたよ。結局のところ、大陸打通作戦実施まで時間がかかることから、上徳城は放棄して、現体制に復帰することとなったよ。せっかく占領したのに残念ね。しかしながら、支那派遣軍から多数の部隊を南方へ転用する。攻防転用準備は潜水艦の出没と在日米空軍の増強により、海上交通が危機に瀕して移動が困難になったことと、中国を南北に縦断して、陸上交通の連絡確保、また米航空基地の破壊を目的とした、大陸打通作戦の兵力確保のために中止となったよ。良くも悪くも支那派遣軍の兵力削減は避けられたのね。本作戦の戦果と損害について、日本軍は異常のように報告しているよ。日本軍の損害も死傷4000人は大きいわね。中国軍は3人の市長が沈没しつつも、日本軍約4万人を死傷させつつ、上徳城を奪回できたと主張しているよ。この作戦の頃より猛威を振るい始めた米第14航空軍は今作戦で、216回出撃し、戦闘機延べ1467機、爆撃機延べ280機が、戦場の空を舞ったと言われるよ。これは後に行われる大陸打通作戦においてもじわじわと日本軍を、苦しめることになるよ。今回はこのあたりで終わりにしようと思うよ。続きは次回以降解説していくよ。よろしくね。ご視聴ありがとうございました。